どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、ただいまの、達成率が 2.6%。マジでやばい。マジでやばい。二段に上がってまだ、一週間も経ってないんですけど、一週間も経ってないうちに、やばい達成率になってきてます。まあ、私が二段になるのはちょっと早かったという、お声もあるかと思いますけれども、少しでも達成率を上げるべく頑張っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけれども、お前が先手だ。さあ、お相手初段の方ですね、レグスペ、白色レグホーンスペシャルですね、得意戦法が。さあ、こちら先手番ということでやっていきたいと思います。今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、レグスペというだけあって、穴熊の可能性もあるかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺ちょっと注視しながらやっていきたいなというふうに思っております。さあ、お相手が初段っていうことなので、まあどうにかね、ちょっと達成率上げていきたいと思うので、まあ、とにかく負けたくない。負けない将棋を、していきたいですね。負けない将棋をしていきたいんだけど、気づけばいつも悪くなってるんだよね。本当に、全然自分で、悪くしてるつもりないのに、いつの間にか悪くなってるっていう。なんかこれ序盤、もうすでにこれ序盤戦なんだけど、若干形悪いもんね。はい、これで裏切って、角上がっていった、角に銀当てていって、そうっすね。まあ、こんなんで一回、これで一回また銀引いといて、ここに歩打ってもよかったのかな、ちょっとそれは分かんない。はい、ここ一回引きます。銀が上がってくるかな、銀が上がってくるかもしれませんね。はい、これで一回銀引いておいて、これでまあ一回歩打っちゃうか、歩打っちゃいますか、歩打っちゃって、2分30秒。はい、でここで、一回ここに歩を打っておく。なぜならこの角出を牽制しておきたいっていう、まあそういう狙いですね。で一回一歩交換しておいて、歩を手元に入れておいて一回引いておく。さあ、お、これはこの意図はわからん、分からんかった。とりあえず時間を使うことが悪だと考えて、ずいずいやっていきましょう。うわー、怖えー、怖えー、勝てる気がしないんだもの、勝てる気がしないんだもの。やだよ、来ないで。来ないで、やめてよ。角、まあ、金上がっておくのか、銀、金上がっておくのかな。2分。はい、これで、まあ、ここに銀打ちあるか、それあるじゃん。でここに金打ちもあるし、待って、ちょっと待ってね。険しくなってきた。急激に険しい。急激に険しいけど、とりあえず一回ここに桂馬打っておいて、はい、これで、これはもうしょうがないと。この展開はしょうがない。で、一回金かな、金で銀で、まあ、下から金打ってこられるってのはあるけど、桂馬か、それきついじゃん。桂馬きついよ。やばい、あと30秒ある。相手あと30秒もあるよ。相手やばい、
角ぶった切ってこれないよね。 この桂馬が意外と効いてると信じたい。信じさせてくれ。はい、これでずい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 進めてこられるということですけども、そうだよね、そうなるよね。角で来る。うわ、時間、時間よ、私を許して、私を許して、時間よ、時間よ。あー、時間で勝てるかもしんない。時間で勝てる可能性出てきた。時間、あー、よかった。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。いやー、今 3% ぐらいまで上がったかな、達成率厳しい。はい、というわけでやっていきましょう。お相手どんな方でしようかというところなんですけども、お前が後手だ。さあ、お相手初段の方ですね。青の竜がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型ですけども、さあ、お相手の戦型、いや、やっぱり厳しいな。二段の世界は二段でこんなに通用しないと思わなかった。なんかサッカーでさ、ベルギーリーグとか J リーグとか、スコットランドリーグとかが、まあ、レベルが低いっていう風に言われたりよくするわけですけど、そっからプレミアリーグとかラリーガとかブンデスリーガに移籍して、全然結果が出なくなっちゃうっていう、そこでは J リーグでは活躍したけど全然結果出なくなっちゃったねみたいな選手って、まあ、それなりにいるじゃないですか。今ね、完全にそういう気分、あの選手たちの苦しみが分かったっていう感じですね。だから南野がリバプールに移籍して全く通用しなかったっていうことの、あの苦しみを今味わってますね。今は本当滝の気分ですね。南野滝の気分です。まあ、サッカー分かんない人何言ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、そんな気分ですね。さあ、どうにか勝負をしていきたい。あ、これ意味ない。なんでこの歩ついた今。謎の歩月、謎の歩月ゆかり、謎すぎる、謎すぎるぞ。いやー、なんか謎の手を放ってしまったので、ちょっと雲行き怪しくなりました。ここの歩ついてくる。ちょっと待ってよ、2分30秒なんかできないかこれ。あ、やばい、これもうダメじゃん。ここの歩打たれて銀が浮くじゃん。あ、やば、間違えただよね。そうだよ、そうなるよ。でもここに歩打たれても困んないから、一回こうでいいか。はい、これで、困るか普通に困るぞ、困るぞこれ普通に。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、タンマ、ちょっと待とう一回。どうすればいいのこれ。ここの歩つけばいいの多分だけど、違うよね。うわー、苦しい。あー、終わった。相手まだ1分あるじゃん。くぅー、きっつ、きっつ。なにこれ、桂打ち狙ってるこれ。桂打ちとこの角取るのとどっちが得かってのを考えてる、もしかして。やらしいねー、やらしいですね。これで一回王手して逃げよう。王手できるから、これには王手があるから。で、一回ふんどしの K やって、いや、こうだな。王様だな、これは。王様で取っていって、馬で来られるけど、これで、王手していって、で、この金が浮くと、この金が浮くのワンチャンあるんじゃない？ワンチャン。ワンチャンあると言ってくれ。
誰か。この歩が重くなってるよね。飛車が走れないから。よく考えろよ。しっかり読め。読めよ。今からこれどう詰ませに行ける？詰ましに行けるかこれ。歩打ってもしょうがない。強者か。でも1分30秒。これで一回銀打って銀進めていくので王様がさらに狭くなるっていう感じがしますが、いかがでしょうか。銀打たれて上に上がる、これ上に上がるとさすがに怖いか。こっちに銀打たれて、生きてるねこれね、確実に。おっと、なるほど。これでこれで、はい、こうですね。これで馬取って時間切れ。ああ、対戦ありがとうございました。ギリギリ多分ね、詰んでなかったと思う。飛車取られて、取って飛車打たれて避けて、詰んでなかったんで、あとはこっちが詰ませられるかどうかっていう話になってたかと思います。で、詰ませられたんじゃないかな、これだとね。うん、はい、というわけで対戦ありがとうございました。さあ、やっていきましょう。お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども、お前が先手だ。さあ、お相手2段の方ですね。早い下が得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋ボー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型ですけれども居飛車ですね。さあ、5筋の歩を取ってくるのか。取ってきましたね。はい、さあ、これで銀上がっていって、銀上がって、はい、銀上がって、で角引いて、はい、角引いて、さあ2段が空いて、ちょっと最近2段に勝ててないっていうね。全然2段に勝ててない。おっと、これもしかしてワンチャンある、ワンチャンある、もしかして歩打たれて、あ、ワンチャンなかったなこれ。はい、これで一回歩ついていって、はい、これでなんだろう、この横歩取るとかっていうのもあるか、これない、それはさすがにない。一回おとなしく引くか。いや、でもこれ普通に引いたらやっぱこれ取った方がいいか。取った方が相手が困る気がする。はい、これで一回引いて、銀がこう出られて桂馬か。まあでもこれで一回引いていけば、まあ、ここの歩打ちがあるんだよな、それがあるか。2分30秒。これでも受けちゃダメだよね、普通に考えて。多分受けちゃダメなやつだこれ。これ銀が上がってきちゃうのか。そうすると銀が上がってくるから、銀が上がってきても飛車1個引けば問題ないか。ただそしたら飛車の頭に歩を打たれる。あー、なるほどね、銀捨ててくるのね。捨ててくるのか。難しい。これで一回横歩取ると思ったけど、それはかなわず一回この歩を取る。さあ、一回銀打つ。もしかして、そうだよね、角切ってくるね。角切ってこられて、一回ここに角打ちますか。飛車狙いは、2分。マジかよ、終わった終わった。もうもはや飛車で行こうっていう、潔く飛車で突っ込んでいった方がマシ説。
この銀河浮いてるのも嫌なんだよな。あーそういうこと、確かにそれはあるわ。いやーミスったなこれ。桂馬も取られるでしょ、これちょっと明らか劣勢じゃん。ここに香車打ちたい、なんかやるとしたら。強者打つか、強者打とう。避けてこられて、これ一回逃げといて、大手なんで。こう来る、こう来る、あ、そう来る。とりあえず一回、一回ね。無理か、無理ある、これ無理あるかな、無理っぽいかな。いやー畜生、あーと金、と金ね。はい、これが詰めろ、これが詰めろで、一回ね、一回。これ積んでるか、銀があるからな。あー積んでる、積んでるっぽい。あーやられた、やられたー、畜生ー、お前の負けだ。はい、ありがとうございました。今達成率何パーですか、聞いていいですか。 3.7%、 最初よりちょっと上がったよ、最初よりはね。さあどんどんやっていきましょう。お相手どんな方でしょうかというところなんですけど もう達成率がこれだとなかなかもう2段とも当たんないよね。対局とりあえず段9位が、下の方と当たって、まあ、これで勝てないんだったらあなた2段の資格ないですよと言われていると、まあ、いうそういうことかなというふうに思います。さあ、これでお相手の戦型居飛車ですね。さあ冷静に冷静に冷静に勝負をしていきたい。おっとAI みたいな動きをしてくる、まあ、5筋の歩を取っていきたいということね。その気持ちはよくわかる、よくよくわかります。さあ銀上がっていきましょう。はい、これで歩ついて、はいはい、これでこれでもし銀交換できるんだったらワンチャンあるよこれ。はい、何がワンチャンあるかというと、これで王手ができると。はい、王手ができて引いた時に角が飛車に当たるんで、まあ、要はこの飛車取りと、あ、これ飛車タダですね。はい、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました、お疲れ様でした。さあ、どんどんやっていきたいと思います。さあ今のはラッキーな形でしたね、まあ、時々あるとこういうラッキーな形は。さあお相手どんな方でしょうかというところなんですけども、さあお相手2段の方ですね、右四間飛車を得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ初段のね、初段の達成率 80% ぐらいの時はバンバン2段を倒してたんですけど、2段に上がった途端になんか2段倒せなくなるっていう、なんであの時あんなに2段に勝ててたんだろう。今やもう過去の記憶すぎて分かんないっていう。ちょっと水飲みます。すいません、ちょっと水いただきました、お水いただきました。そして相手時間戻ってるっていうね、あんだけ考えてるな、考えてるなと思ったのに時間戻っていくっていう、畜生。お、はい、これで角引いて中段飛車、これ引かされて雁木ですかね、相手が。さあこれで一回銀上がりますか、歩ついてくる、ついてきた、めんどくさ、
めんどくさいな。だったらこの銀引いちゃうか。念のためね、金寄っとかないと棒銀が斜め棒銀みたいな感じで来るんで、うわこの歩取ってくるってことか。これ飛車浮いといて、さあこれで一回王様上がっておいて、ここの歩突きね。はい、この歩突き、この歩突きしてこない。どうしよう。ちょっと待ってよ、冷静になろう、落ち着こう。ここでフリーにすることないからね。ここ上がる？これ上がってみる？ちょっと試しに。はい、これで一回飛車回っていって、まあこの銀、この歩取っていくか。はい、で角で来るでしょ。でここに歩打っておいて、はい、これで一旦問題ないはずなので、はい、これで銀ぶつけていって角に、これで、うわここに歩打ちて、2分歩打ちたいけど何も打てねえ、何も打てねえ、何も言えねえで、角とりあえず一回ここ歩打っておくか、封印しておきますか。で飛車戻っておく。さあ時間を若干勝ってるが、こんな時間は時間差、全く時間に差があるというふうには言えないレベルですね。やばい、この銀が浮いとる、この銀が浮いてる、この銀浮いてるじゃん。桂馬跳ねてくる。まあそれ問題ないんで、それ問題ないでしょ、問題ないと思いますだよね。そうなんだよ、それがあるのよ。でもこれはこれで一回銀引いといて、でここに歩打たれても、あやっべ、1分30秒。まあこれはまあでもしょうがないよね、しゃあないしゃあない。あーマジ、桂馬でいく、角でいく、桂馬か。あなんか相手今勘違いしてくれたんじゃない、もしかして飛車が捕まったと思い込んでくれたんじゃない。じゃないと説明できないよね今の。はい、これで竜なっていって、さあこれで銀が来る、銀が来る、香車打つ、角出てくる、この歩突くわけにいかないから、どうすればいいんだこれ。あれ、わかんない、途端にわかんないぞ。はい、これでここの棒銀決めていこう。ここの歩をとがめるようなイメージでやっていきたいと思います。さあこれでここに歩打って、はい、これでこれはもう角打たれて、でも角金桂じゃ詰まないから、あそれ厳しい、一番厳しいやん、それが一番厳しいやん。なんかちょっと相手に駒渡すのも怖いな、駒渡すの怖い。はい、これで逃げて逃げて逃げて、それはなんかちょっと何言ってるかよくわかんないんで、一回桂馬でも打っといて、はい、これでいけるってるんじゃない。ここの金打ちで詰みじゃない。あそうだよね、そうそうそう、そうだと思ったんですよ。はい、これで30秒、金打って、
待って、ここの金打ちで詰むから、これ金取られたときに、それまずい。王手して、で、この金打ちで詰んでないから、まあ、とりあえず一回逃げるか。何はともあれ。何はともあれ逃げましょうか。20秒。はい、これで、これで、逃げ切ってる。すげえ最後怖い形だけど。よっしゃー、二段に勝利。なんか時間切れでしか勝てないけど、もう私にとっては、勝てるということが、その事実さえあれば、結果さえあれば、もう時間切れだろうがなんだろうが、勝ち方はどうでもいいという感じです。本当に。はい、どんどんやっていきましょう。あと1戦か2戦かな、やりたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども。さあ、お相手どんな方でしょうか。お前が後手だ。さあ、お相手初段の方ですね。対局開始。4合格戦法がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、いやー、負けたくないっす。これは取っていって、これは右四間飛車みたいな形ですね。確実にこれは右四間飛車待ったなし。さあ、お相手これ、そうか、2筋がっつり固めてくるのか。嫌だな。でもさっき右四間飛車の受け方をちょっと勉強したんですよ。なのでここをしっかり受け切りたい、受け切りたいところです。右四間飛車でいつもちょっと受け方を間違ってるんじゃないか疑惑があったんで、まあ、ちょっと勉強し直してみようかなと思ったんですよね。それでちょっとね、さっき勉強してたんですけど、右四間飛車の受け方を。要はこのね、6、7に歩を垂らされた時、どう対応すればいいのかっていうのが自分の中でちょっと課題になっていて、そこを、まあ、ちょっと修正した形ですね。さあ、時間的にはだいぶ勝ってる。時間的には結構勝ってるが、この瞬間よね。これ一回引こ、銀。これ王様で取っちゃうと、銀取って、銀で取って、飛車ぶつけられてくる、角が効いてるからっていう話になっちゃうんで。はい。これで、2分30秒。これで銀打って、そう、ここで銀を打つことが大切だったはず。このね、6-7の歩がめちゃくちゃクセモンなんすよね。クセモノすぎて、嫌になっちゃう。嫌になっちゃうわっていう。さあ、右四間飛車に対してはもうしばらく受けの形ですね。受け将棋が続いていくだろうと思われます。めっちゃ考えてる。おっと、怖え。でも、大丈夫なはず。受かってるはず、これは。これは受かっているはずです。はい、これで回ってきたりされるとちょっと分かんないんだけど、これで一回歩打っておいて、はい、それは一回引いておきますか。引いてというか逃げておきますか。そう、逃げればこれ角で取れるからね、銀が。銀が角で取れるんで。で、飛車走ってくるみたいなね、ことかと思いますが、ここまで入り組んでくるともうもはやわからん。でも、とりあえず、銀は打つんでしょうね。やっぱり。やっぱり銀は打つんだろうね。さあ、時間は1分勝ってるから、この怖い形を見事受け切ることができるのかどうかという勝負。相手はもう攻め切ってくるしかないからね、もはや。これ飛車取っちゃう？これ飛車取っちゃっちゃダメ？取っちゃっちゃダメっていう、もう謎の日本語、謎の日本語ではありますが、角打たれて、生きてるでしょ、これ。これは受け切ったでしょ。これはさすがに受け切った。
と思うよ。とりあえず攻めに転じるか。1分30秒。割り打ちの銀、ちょっと割り打ちの銀とかしてみて、飛車取られて王様が取ってすぐ詰むわけじゃないから、こんだけ時間余らして負けたら恥ずかしいよね。飛車打ってくる、受けるよ。こっからもまだまだ受けますよ。ここに飛車か、銀が浮くもんね。それが受けられないもんね。この銀がタダ取りされるのは避けられない。はい、これでもう一回割り打ちの銀しておいて、これは完全に悪くない形。はい、これで時間切れ。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。あなた時間切れでしか勝てないのっていうねさあ今日ラストですね。はい、やっていきたいと思います。お前が先手だ。さあ、お相手2段の方ですね。嬉野流がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。まあちょっと嬉野流の流が得意なので、相手6連勝中なんですよね。6連勝中の2段だからちょっと勝てるビジョンは湧かないねっていう、湧きませんね。でこれ相嬉野流ですね。はい、相嬉野流、という形になりました。こちらの方が先に歩を交換できるという少しだけ嬉しい。はい、これで、はい、で端ついて、端ついて、おー、なるほどなるほどなるほど、あー、なるほどね。飛車引けっていうことね。桂馬跳ねさせるまでもなく引いていきますよ。それは全然全然全然引きます。はい、さあこれで、まあ、この辺に歩打って飛車回っていきますか。で歩ついていくみたいな桂馬ね。2分30秒。はい、飛車こうやって飛車先の歩ついていけば悪いことは起こらないんじゃないの。ここに銀打たれる。ああ、なるほど、そういうこと。はい、これでここに銀打てばいいんじゃないのかな。違うの。桂頭の銀、逆にやばいあんまり良くない、これ良くないっすよ。銀2枚あるからな、まあ、取らざる得ないか。はい、そこに銀だよね。そうですよね。うわ、この時だよな。この時どうするかだよな。飛車交換頼もう。ここに飛車、おっと、これは一回銀打ち。ここも一回銀打ち。はい、これは千日手風味もしかして。飛車2枚やっても勝てんよ。あ、違った、ここに飛車打ちやった、飛車打ちやった、ミスった、何やっとる、やっべ、ミスった。十字飛車あるじゃん。あ、それで若干勝負、楽になってたはずなのに。うわー、なんだよこの桂馬。クソ桂馬じゃん、クソ桂じゃん。あー、ちょっとお茶飲みます。やっちまった、やっちまったぜ。銀打たれて、ここに飛車打って、で歩打って、はい、これでお許し願う。
1分30秒こうか、これしかないね。何かできることといったら、そして私はこの金を拾ってしまう。この金を拾うが正しいかどうかが完全に勝負の分かれ道。やばい、こっちになられるじゃん。ミスった。ちょっとこの銀が王様の逃げ道を限定すればいいなっていう気持ちもあってこういう風にしてしまったけど、ミスった。この桂馬跳ねられないかな。ここに金打たれるのか。桂馬で取って、これで若干相手順番間違ってない。これ1分、これで詰んでますかっていう話だよね。これ詰んでませんよね。詰んでませんよね、これね。よっしゃ、これ逃げ切ったんじゃない、逃げ切ったんじゃないですか、これ。とりあえず王手、王手すればこの銀が取れるから、この銀外せるんだったらもう問題ないっしょっていう。この銀外せるんだったら問題ないでしょ。あー、これは来た。これは角が出てくるのか。今角が出てきたのか。なるほど。間違えた。角切り取る。間違えた。こういうことすんなよ。アホな。自分アホな。30秒。はい、これで詰ましに行きます。これはさすがに詰ましたい、詰ませたい。これ下から入っていって、これ詰んでるんじゃないですか、さすがに。はい、20秒。これは、金打って、だって金3枚あるもん。あー、詰ませたかった。大佐ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。というわけでですね、最終的な、達成率が、7.5% まで戻った。ちょっと戻った。最初だってなんかあれなんですよね、ここの数字が達成率にすぐに反映されないっていう謎の仕組みになってるんですけど、 2.6% だったのが 7% まで戻ったんで、すげえ戻った、よかったこれは。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録高評価の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。お相手は私ヤードでございました。お疲れ様でした。